します。じゃあ福山雅治さん入られます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。目線があったり、はい、今ちょっと動いたな。もうちょっとなく、まあ、このこういうグラデが効いてるんで、はいはい、結構無機質な方がいいかなって、はいはいはい、前回は富士山の方でね、自然の力を感じながらの撮影だったんですが、今回はスタジオということで、ジャパネットウォーター、そして富士山の天然水の綺麗さ、清らかさ、美しさみたいなものをこのスタジオという環境の中で追求できた CM になったんじゃないかなと。心地よさであるとか、内側で感じる清らかさとか、そういったものをこうスタジオで具現化していくっていう作業、まあ、非常にだからアーティスティックなクリエイティブに全体がなってるんじゃないかなと思います。じゃあこれで本番いきます。お願いします。はい、はい、スタンバイ、本番、本番、はい、よーい、スタート。人間の体は 60% が水分でできているということで、やっぱ水はとても大事だし、まあ、なくてはならないもので、あんま飲んでなかったなっていう日は体重もすごく落ちてるんですよ。でしかもなんかこうちょっと疲れてるんですよね、やっぱりね。でもちゃんとこまめに水分補給してると、自分の中でこうこれぐらいの体重だったら、まあ、重すぎず軽すぎずみたいな、ある程度の体重がそれぞれ皆さんあると思うんですけど、その状態を維持できて、かつ、まあ、思考もクリアになりますよね、やっぱりね。ちゃんと酸素が脳に運ばれるので、水分とともに、いやもうあの本当に水ですよ。いろいろ試したんですけど、あのスポーツドリンク的なものとか、ライブの時はやっぱり結局水になりましたね。絶対的にその朝起きて一口目と夜寝る直前の最後の一口っていうのは、これ必ず水なんですよ。まあ、声は音楽にせよラジオにせよお芝居にせよ、とても大切なものなので、割とまめに喉を潤すようにはしている人だとは思いますけどね。本番、はいよー、スタート。だから僕は体の水を意識する。体の形としてどっちが、だから僕は体の水を意識する。肘乗せてる方がいい。肘、あ、手のせ、最後のウォーターさ、それですね。まずサーバー自体とても使いやすいです。でこの冷たいのと温かいのと出るんで、まあ、非常に便利です。デザインもすごく非常にスタイリッシュなんで、見え方がすごくスタイリッシュになるっていう、お部屋自体がすっかりジャパネットウォーター、富士山の天然水に慣れきってしまいまして、心地よいですよ、すごく。あ、氷もすごく好きですね。まあ、氷もつまり水ですからね。だからお酒なんかもやっぱりこう、その作られている地域、お酒を作っているその地域の仕込み水で水割りすると、さらにはその仕込み水で氷を作ってお酒を飲むと、またこれいいんですよ。ありがとう。これで本日の秋山さんの撮影以上になります。福山雅治です。僕が出演するジャパネットウォーターの新 CM、 ぜひご覧ください。